平素より大変お世話になっております。グノーシア実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、前回ですが、荒れるククルシカ問題というのがあって、まあ長らくね、連続イベントとして取り組んできていた問題なんですけど、前回でね、一応なぜコールドスリープされたはずのククルシカが現れたのかっていう謎は解けたんですけど、ただなぜ荒れるのかという謎はまだ残っている状態なので、もう少しね続きそうな気もしているんですけどね。まあちょっと続きをやっていってみましょう。ここんとこね、ずっとイベントのために人間側をねやってきていたんで、グノーシアか、まあ、人間側じゃないやつをやりますかね。ああ、珍しいな。AC 主義者来ましたね。久しぶりに AC 主義者とかやってみるか。乗員11人、グノーシア3体。エンジニア、ドクター、守護天使、AC 主義者、バグがあり。留守番だけなしだね。AC 主義者の時専用のイベントはあんまなさそうだけどね。あ、説来ないね。じゃあ連続イベントはあれで一旦終わりなのかな。俺、説、ラキオ、ステラ、茂道、シピ、コメット、ジョナス、乙女、シャーミン、レムナン。というメンツですね。人間関係は、仲のいい人、説で、仲の悪い人、レムナン。よく見るなぁ。なんか最初にどの色を選んだかで誰と仲良くなりやすいかみたいなのがね決まるらしいですけどね青選ぶとやっぱレムランは仲悪くなるのかな。じゃあまあ各役職に出てきてもらうところから始めていきましょう。まずエンジニア、セツか、セツとラキオ3人来たね。バグも入ってんな。もうさすがに乙女はバグはやらないんじゃないかとか思ってるとダメだよね。可能性がゼロなわけじゃないですもんね。 33% の確率でバグいるかですよね。多少は疑っていかないとな。一旦様子見。レムランが茂道を疑う。誰も同調しないね。弁護に説、コメット、シャーミンの3人か。じゃあドクターにも出てきてもらいましょう。ジョナスね。ジョナスと茂道か。茂ジョナはどっちかがグノーシアだな。まあ役職持ちは、おジョナスに？なんか始まったな。ジョナス、俺と勝負しやがれ。ステラとのイベントではなく、茂道とジョナスの物語が今始まろうとしているのか。なんで急に。ほう。どっちが本物のドクターか。ゲームで勝負。ゲームで勝負。ゲームか。不勉強にして最近のゲームには詳しくないが。じゃあ、レトロゲームならどうよ。ワクワク人間牧場って何？対戦ゲームなの？ワクワク人間牧場で対戦しようぜ。面白おかしそうなイベントが発生してしまった。え？わ、ワクワク人間牧場ですって知っているのか？レムラン知っているのか？なんだいそいつは。懐かしいな。人牧か。結構知名度あるぞ。みんな認識してるぞ、人牧。私は構わんが、ふふ、勝てると思っているのか。腕に覚えがあるのか。別にいいけど、後にしてくれないか。そうね。おう、そうだな。いいな、ジョナス。後で娯楽室で勝負だぞ。ふ、望むところだ。わあ、楽しみだな。マジで。後にして。怖いな、説が。キー、すいません。かわいそうに。これはどうすればいいんだ。イベントありますよね、今晩ね。
重道とジョナサン残さないとレムランかな、レムランに俺行こうかなって思ってたんだけどな今日。重道をね疑ってる時に誰も同調してなかったんで、なんかグノーシアである確率は低いかなって思ってたんだけど、イベントに絡みそうだからな。じゃあどうしよう、誰に行くか。神よ許したまえ役職持ってなくて行きやすいのコメットしかいないんだもん、ごめんね。シャーミン来てくれる、コメットは入ってこねえだろ忍木対決に。ジョナス説いいですね。弁護にラキオ、重道か。ラキオ、重道、コメットっていう3人だったらちょっとやだな。とりあえずコメットに入れるけど、ジョナスと重道が無事なら、あ、よかったです。イベントは見れそうだね。忍木対決のために神を売ってしまった。重道と仲良さそうなんですよね、コメットはね。さあ、これで？お、あ、もういきなり？流れでかい。重道とジョナスが娯楽室で勝負してるはずだ。行ってみよう。あ、レムラン。遅いですよ、稲葉さん。バトルはもう始まっています。マジか。すまんな。おお、やってんね。楽しそうだな、男子たち。みんなが見守る中、みんなが見守るっていうか、俺とレムランしかいねえじゃないか。重道とジョナスの対戦が進んでいく。こういう感じなの、忍木。なんか思ったのと違うな。もっとなんかスローライフの感じのゲームも想像してたわ。へへ、意外とやるじゃねえか、ジョナス。このゲームキャプター S をここまで手こずらせたのはお前が初めてだぜ。ゲームキャプター重道ってことですかね。ゲームキャプター、迫真だな。ゲームキャプター S ですって聞いたことがあります。マジで有名ゲームコレクターにしてトップクラスのプレイヤーだと。まさか重道さんが。ふふ、相手が何者だろうと。ワクワク人間牧場ならば引けは取らんよ。何、ほんの100年ほどやり込んだことがあってね。100年前から宇宙にいるんですもんね。100年やり込んでんの。ステラも見てんの。ステラも見に来たんだ。あの頃のジョナス様は、ゲーム以外何もなさいませんでしたから。それぐらいの付き合いなんだな。本当に付き合い長いんですね。待ってください、ジョナスさんの遺伝子改変がかなり進んでいます。そろそろ来ますよ、超人類の拳が。なんだそれは、どういうゲーム性なんだ。めっちゃ解説キャラだね。助かるな。左遷、気象衛星トリカブト。あーと、これは、気象衛星トリカブトって何。お、くそー、負けた。ジョナス強いんだな。さすが100年やり込んでるだけはあるよ。以前の私ならば敗北していただろう。だが、苦悩しやったし、覚醒した私は、もはや無敵よ。行っちゃってる、行っちゃってんじゃん。あ、説もいんの。まあ。え、ふふ。だはははマジかよ。ええ、どういうこと。初日で2人コールドスリップしたってこと。どう重道ジョ、あ、シャーミン消滅か。2つ開いたぞ一気に。シャーミンさんの音しないの。聞こえないの。ちょっと待ってくれ、グノーシアが1人欠けたぞ。 AC 主義者なんだが俺。あれ、告白イベントじゃないのか。コンプリートしちゃったよ。5個目ですか。レトロゲームの収集家にして一流プレイヤー。告白イベントじゃないのか。突起事項とは関係ない。あ、ステラなの。いや違うよな、ステラもコンプリートしてますもんね。面白いイベントだったな。ジョナスは、ジョナスはラスト1個ね。
ラスト1個のやつは多分シリアスなやつだと思うんだけどな。下から2番目ですかね。100年ほど引きこもっていた元配信ゲーマー。辛そうだったもんな、ステラの目が。いやでもレムナもだいぶ好きそうですけどね。レムナ面白かったな。一番面白かったんじゃないですか。普段真面目なキャラがね、ギャグやると破壊力高いっすよね。ステラもそうだけどね。まあちょっと不幸な事故でジョナスを失ってしまいましたけど、これで本物のドクターはゲームキャプターエースで確定ですね。で、昨日俺がコメットを疑った時にジョナスは同調して、弁護に茂道来てたからコメットはまあグノーシアじゃないですよね。あー、使う？それを使うってことはやっぱ本物かな。でも昔グノーシアやってるジェナが使ってたからな。どうしよう。まあ俺は言ってもいいのか。やめさせてもあれだしね。言うか。俺は人間だよ。ちょっとグノース崇拝をしているだけ。おわー、やめさせたな。ラキオはなんだ？自分は人間だというだけのことだよ。あえて止める理由はないはずだ。本当にラキオが味方ならばね。ラキオグノっぽいな。稲間さん、僕に何かご用ですか？失敗してる。茂道に行っちゃったのかな。ゲームキャプター S に行っちゃったんだろう。守護天使は普通にいますからね。厳しいな。厳しいね。うふふ。まあそうよな。終わってしまった。これ AC 主義者で生き残るとどうなるのかね。初めてじゃないそれ見んの。すべてのグノーシアがコールドスリップしました。あ、そうなんだ。あなたを連れて行ってくれる存在、グノーシアはもういない。ジョナスのせいだよ。ジョナスが悪いよ。うっかりか。うっかりはまあ誰にでもありますけどね。俺が AC 主義者やってる時にはやめてほしかったよね。AC 主義者の時専用のイベントではないよね、きっとね。で、また、ちょっと時間が微妙なんですよね。どうしようかな。負けイベント見るだけだとちょっと埋めづらいですよね、この時間はね。もう一回やるか。なんか短めの設定でもう一回やりますか。あ、俺がグノーシアなの？これ。これはなかなか難しいね。ああ、グノーシア一人旅。乗員10人でグノーシア1体。AC 主義者とバグだけあり。で、俺グノーシア。もうあれですよね。AC 主義者だけが友達ですよね。でも、ね、エンジニアとさ、ドクターいないわけで、どうやって、AC 主義者とバグを見出せばいいんだろうな。運ですよね、完全にね。これ、まあやってみますか。今までにないですよね。この感じはね。この中の誰かは人じゃない。信じたくないけど、そうなんだね。メンツは10人ですよね。俺、せつ、ジナ、SQ、ラキオ、しげみち、シピ、コメット、ククルシカ、シャーミンか。人間関係は仲間なしって出るんだね、これね。なんかすごい突き放されてる感じしますよね。仲のいい人は節で、仲の悪い人は茂道ね。まあちょっと様子を見ていくしかないよね。割とだんまりになると思います。ラキオか。いきなりラキオ行っちゃう。シピ、シャーミンがラキオに行って、これ、メモ取る必要もそんなないよね。推理する必要ないよな。
まあでもあれか、誰が仲間が多くて誰が孤立しがちなのかっていうのは把握しておいた方がいいよね。ラキオが SQ に、ラキオは孤立してますね。まあジナが弁護してたか。 SQ が悲しんで、鉄弁護、ジナも、ジナはラキオより SQ と。シピ、しげみち、今日はね SQ1 回、しげみち1回で、ラキオ先生が3回疑われてたので、まあラキオでしょうね。あ、でも、あ、意外にしげみちか。せつじな、コメット、あー、見破られたのかな、嘘が。バグか、バグ道、その可能性高いね。もうさ、バグ探しみたいなのはしなくていいかなって思ってんだよね。俺が勝つ時って上院2人になったタイミングなんで、10人中8人はいなくなってるわけですよ。さすがにそこまでに引っかかるんじゃないのって。もう普通に愚弄士や業務を遂行するだけでいいかなって思ってんだよね。お、イベントあんじゃん。そっか、ちょっと多分動画ではカットしてしまったんですけど、ロジック20になって、絶対に人間だと絶対に敵だを使えるようになったんだよね。だから次どう進めていくかっていう感じですけど、そろそろ直感いけますかね。重い腰を上げますかね。10ぐらいは欲しいよね。10あればさ、しげみちとかコメットとかジナぐらいは見破れるんじゃないの。で、ラボラキオ、ラボラキオか。うん、稲葉はね、選択の余地はないですよね、それはね。あー、同盟、俺投票したけどラキオに。まあじゃあそんなに言うんだったら、別にね、断って俺にメリットは特にないですもんね。よろしくねー。じゃあね、まあやっぱ一番嫌なのは人間だと言えですよね。鉄人のコメット3人か。一番議論でコールドスリープさせにくいのは鉄ですかね。ジナとコメットはやばいもんね、割とね。鉄行くか、ごめんね。できれば今日議論でね、コメットとジナのどっちか行きたかったんだけど、まあそうだよね、俺の友達が俺の友達が詰められてるな。ジナ疑ってみるか、誰か来ないか。ラキオ、ラキオと、ああ、コメットも来てくれる。3人ね。やむなし。これはやむなし。あ、でもジナに入れてんのラキオじゃなくてコメットか。これはなんかちょっと利用できるかもしれないな。あとは最後誰と一緒に残るかっていうのを決めておいた方がいいですよね。まあ義に厚くてロジックが低い人となると、ククルシカかシャーミンだと思うけど、まあククルシカかな。義の厚さナンバーワンですからね。かよう、ククちゃん。ククちゃんや、来たよ。ククルシカ笑顔で迎えてくれた。あー、昨日コメットがジナに入れてくれてるんで、コメットを襲撃するで、議論でジナを潰す。いいんじゃないか。ジナだったらこの作戦でいけんじゃない。あれ、コメットが消えたってもしかして。もしかして。おー、レスキュー。シャーミン。ククルシカ。低ロジックマンたちが。これいけそうかな。シピは弁護か。シピはちょっと邪魔ですね。
どうだ。あギリギリですけど、ジナが俺に入れてんのか。いけたね。これで人間だと家使い壊滅ですね。なんかいけそうな気がすんな。ククちゃんや静かにこちらを見つめている。その姿勢にかすかな好意が感じられる。好感度上がってるんですかね、これはね。シピだな。これでシャーミンククルシカ俺 SQ ですね。で、そう。SQ 地味に疑われてんのよね。これいけんじゃね？俺に来た？来るしか。シャーミンもなんか来てくれるしね。助かるなぁ。これで、ククルシカがバグだったらどうしよう。いや、でも動き的に茂道バグだったんじゃないかなって思うけどね。まあ、とりあえず SQ 潰しましょう。で、今日の夜、シャーミン襲撃で終わりですもんね。バグじゃないですよね。稲葉場のお話を聞かせてとククルシカが親しみを込めて肩に触れてくる。どうかな？えい。だマジかよ！よかったね、でも。逆じゃなくてね。てか、茂道じゃなかったんだな。シャーミン、お前だったのか。いや、でも、大丈夫だよね。ククルシカが、シャーミンより俺のことが好きだったら、勝ちですもんね。あれだけ好感度上げてるんだから大丈夫でしょう。協力しよう。ククルシカに自分と協力してくれるよう頼んだ。清く倫理のちぎりを結ぼうではないか。やった！いけるだろう、これ。花開くような笑顔を見せた。ああ、いいね。これは決まったね。で、弁護しとこっか。おい、むやみにククルシカを疑うな。ちょっと誤解されやすいところがあるんだよ。ふぅ。さあ、こっからね、土下座があるかどうかですが、どうなんでしょうか。別れを告げる。しないね。土下座。できるはずなんだけど。もう諦めていいのか。あ！そっか。仲間いないともう何もなく終わっちゃうのか。なんか、なんかあってもいいのにね。ククルシカに、なじられるとか。信じてたのに、みたいな。軽蔑の眼差しを向けられるみたいなシーンがね。見たかったですよね。そっか。なんか、これで終わり、もうちょっと寂しいよね。じゃあ、見ますか、負けイベント。結局ですけどね。3ループぐらい見とく？うん。2人。じゃあ、これで終わりかな？シピがバグだったっぽいな。だから、グノーシアにやられるところが見れそうですね。乙女か。稲葉さん。私、稲葉さんに言いたいことがあって。乙女に、グノー乙女にやられるの一回見ましたよね。ちょっと違う。今まで秘密にしてたんですけど、実は私。怖いなぁ。グノーシアさんなのです。やっと言えました。乙女怖いけどね。乙女にはもうグノーシアもバグもどっちもやってほしくない。なぁって思っちゃうよね。終わりかな、これで。ああ、終わりましたね。お！ステラか。バグステラ。バグステラはまだ見てないよね。終わりましたね、稲葉様。あとは、バグですか。ふふ、ご安心ください。気のせいですよ、きっと。宇宙の崩壊なんてありえません。
最後まで気のせいだと思っていればいいんです。ね。ああ。優しい。優しく崩壊しましたね、宇宙がね。普段はね、すごい優しいお姉さんっていう感じだからこそのあのパンチ力ですよね。グノシアやってる時のね。お、ここで終わりか。終わりましたね。なんかジョナスが言ってんね。緊張、緊張。ジョナスがグノーシアっていうのは初めて見るかな。今、まさに今。当選は大いなる意志、グノースの支配するところとなった。これは、面白いイベントかな。アンゼルには及ばぬ。諸君も順次供物として捧げてやるからな。ふはーはっはっは。あ？ SQ ちゃん。あら、ジョナスのおじさま。だいぶ来ちゃってますね。SQ は、人間？でも安心してね。稲葉は大丈夫だから。私が守ってあげるよ。にょんってことで、稲葉は私のものです。わかった？ムフフ。これは、SQ とジョナスが、揃ってグノーシェをやってる時特有のイベントですよね、きっとね。そういう組み合わせもあんのか。さすが。いろいろありそうだな、まだな。緊張、緊張って言ってたね。あ、まあ、これで3ループ見れましたもんね。なんかちょっと雑多な回になりましたけど。このパートはここまででいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあお疲れ様でした。また次のループでね、お会いしましょう。さようなら。